こんにちは手作り倉庫です前回作りました「あのキャタピラー」というシートを作ったんですけどもちょっと内容の間違いもありましたしこの名前がどうもねあの著作権があるということでまあ、後々ずっと気になりますから作り直しました音声の入れ直し。まずこのスルッとシートという名前にしたんですけれども溶弱は2 m 5 0センチの長さで幅が7 0センチいります。で この布があの欲しいんですけれどもナイロンの布がですねだいたい 1m800 円とか600円ぐらいの安いのもあるんですけども、まあ、そこそこ値段しますのでこれをですね半分 70cm と 1m40 とか 1m30 とかっていう布がありますよね。それでしたら半分にしましてそれで継ぐというか2箇所で継いでそして輪にするという方法で。 えー、するといいと思いますしあとはの裏地とかでね手持ちのものがありましたらそれをふ,だふんだんに使っていただいて作っていただくといいと思います、えー、布を用意いたしましたこれナイロンの生地なんですけれどもこれが長いもんですからなかなか説明がしにくいのでこうして短いのでいたしますけれどもミシンで縫うんですけれどもねあのシャッペスパンもいいんですけれども,もしレジロンがありましたら レジロンで縫いますと、ナイロンの生地はつれつれにくく縫えると思いますえ。まずこれを長いものを輪にするんですね。二枚でしたらつないであって、そして2メーター50あると思ってください。そしてここで目、間違えちゃったんですよね。袋縫いって言っちゃったんですけど、これ折り伏せ縫いでした。えー、ほ折り伏せ縫いという縫い方で縫います。 少しずらして縫い代、これ中表にして。少しずらして、ずらして縫います。ね、こんな、こんなことになるんですよ。これ実際のものはこういうふうになりますね。こんなふうに縫ってきました。そしたら、次にね。この。ナイロンですから、浮いてますし、スルスルするので。 ここちょっとアイロンで押さえておきますけれども、アイロンは。中ぐらいのアイロンで押さえます。こんなふうにくるっと巻き込んで、縫い方です。ここでね。ちょっとここで縫い代をアイロンで倒しておきます。でアイロンですけれども、少し、えー、緩め。中くらいのアイロン。甘高くすると。 ナイロンは縮んじゃいますよね溶けちゃうっていうかそこ気をつけた方がいいと思いますこれがねあの本当に簡単な構造なんですけどもこれが本当に使いやすいんですねアイロンをかけましたらこの長い方の縫い代を 幅広の方の縫い代を中にくるっとこう巻き込んでそしてもう一回縫います折り伏せ縫いでしたねで、こうして縫いましたこちらの方も縫ってありますそしたら次は布端方がありますよね片方は布端になってますよね布端の方は えー、折っただけで縫いました三つ折りとかしないでそしてロックもかけないで折っただけで縫いましたナイロンねロックかけてもねなかなかね滑るしあのなんだろうほつけやすい点かなあの滑らして使うものですから片方の切った方は三つ折りにしました三つ折りで縫いましたこうしてくるくるって一回折ってもう一回 この時ね、アイロンで始末してもいいですね。ナイロンは浮いてきますから、なかなか縫いにくいですね。折,折りながら縫うっていうのもなかなか縫いにくいです。で3つ折りで縫いました。で、片方は端の方は2つ折りで縫いました。で、これで完成なんですね。もうこれがあの,あの形なんです。ですから、この長い方をこう何て言うんですかね？ 横に、今後から説明しますけどこういうううになっているんですね。こういう筒状の長い筒状のものでその上が、まあ、右が頭だとすると体の下にこう滑らせておいてそしてこれ反対の人もいるかもしれませんけどそして、えー、枕の方にぐるっとこう私は首に手を入れて枕の方にこうずっと押し上げるだけなんですね。 これがね本当にねあのもうなんかえこんなに簡単っていうぐらい私みたいに力のない体も小さいですし力がなくても簡単簡単にこう持ち上げれるっていうかねそれであの寝たきりの方はどうしても力がないもんですからベッドの頭をこう上げたり下げたりしますでしょうで寝てる間にズル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 下の方に落ちていっちゃうんですね。 でいつも、ね、あのうちもねたい頭がね3 0センチとか4 0センチとか下になっちゃって足がそのベッドの下の方にこう使えちゃってるそんなのを1日に何度も直すす感じですね、えー。今回は、えー、すごくいい名前だなと思って「キャタピラシート」って名付けたんですけども、えー、名前も変えまして「スルットシート」っていうふうに名前をいたしました。 よろしかったら、皆さんもご家庭の方で作って手作りしていただいてご利用になってみてください。最後まで見ていただいてありがとうございました。